はい、16対9の四角の中に生きる妖精ですえーとこれは中西の鑑賞ですね鑑賞えーとね大阪来てたんですメインの目的はねこれです昭和レトロ家電企画展夏休みだよ家電採集昭和レトロ家電増田コレクション展はいこれ面白かったですよ あの昭和のねアイディア家電というかねそういうのが中心でしたねへんてこな家電が多かったですね昔のねアイディア家電っていうとね面白いです大阪暮らしの、えー、今昔館っていうところのえっ、ー、と一角で期間限定で開催されてるんですけど常設の展示っていうのもありましてそれはえっ、ー、と江戸時代の大阪の風景っていうのを割とえっ、ー、とえ何、ー、て言うんですか時代村みたいな <laughs> しっかりね 原寸大でね長屋みたいなのがありまして常設店とこの企画店とで、えー、一般800円企画店のみだと300円なんですけどもせっかくですので僕はもう常設店と一緒に行きました、はい、常設店の方は写真撮影なんぼでも OK なんで、はい、バシャバシャ撮ってきたんですが企画店はねあのね無理でした面白かったですよでもね ちちょこちょここっっとね、ね見ててもらって、ね、あ風呂や建具や小間物屋空物や呉服屋、まあ、商店街なんですかね昔のねそれの裏手に裏長屋っていうのがありましたねで着物が着られるねあの浴衣かな今だったら着させてもらえるレンタルでねで、着てこう回れるっていうね見て回れる着物着て写真撮ったりっていうこともできる昔のね風情ある商店街長屋 が見られれまましたねあーと言い忘れておりました、えー、とこの江戸時代の再現されてるそれ以外にも、えー、もうちょっと先の時代ですかね、えー、明治大正昭和あたりの町の風景をジオラマで、えー、再現しているっていうコーナーもありましたんでその写真もどうぞすいません。 でこれを見たんですはいこれは楽しかったですよ面白い。なんかね、へんてこですね。<laughs> 昔の家電、本当にね。えっとね、なんかね、同時にね、一緒にね、調理したがるんですよ。い,いくつものことをね。スナック3っていうね,ね、これ見せられませんけど、あ、これ本買ったんですよね。あのこれに出していらっしゃる増田さんのコレクションが、この本にもなってるんですね。これもし行けなかったとしても、これ見たら、もうほぼ全部、 これに、あのー、面白い家電載ってます、はい、1600円「懐かしくて新しい昭和レトロ家電」っていうこの本ね、うん、これ第1弾で第2弾もあるんですけども第2弾はカタログ中心なんで、はい、昔のカタログねその家電のカタログがいっぱい載ってるんですねですのでそれよりはこっちの方がいいなと思って現物が載ってるんでね、うん、スナック3っていうのが面白かったですね東芝 スナックスリー、えっとねトーストとねまあ、まあガスコンロみたいな形なんですけど引き出しがあってそれにとパン乗せてこう入れてそれがトーストですねでその上にえっとこれ全部でん電熱式でねトースターの上に四角いフライパンみたいなのがあってそこで目玉焼きが焼けるんですねでその右側にミルクパンがありましてそこでミルクを温めるみたいなね ホットトトミルクととーストと目玉焼ききが同時にできるっていうねそれとこれも東芝ですね、えー、電気釜分割内鍋これは内鍋ですねあだから普通の、えー、電気釜炊飯できる釜の内鍋分割できるまあ要はちっちゃい鍋がねこの釜の中に4つ入る分割して入るそこであの炊飯とお味噌汁とあとおかずとみたいな同時にね 調理できるっていいうねね同時にしたいんです、ね、昔の人、ね、であとはこれあの電気コンロ電熱コンロなんですがストーブにもなるっていうねただそのストーブになるっていうのはだからこう寝そべってるじゃないですかこうねで上に鍋とかフライパンとか乗せて電熱器ねなるじゃないですかそれをストーブにする時は立てられるようになんか足がついてるんですよ <laughs>、ね、そういうのとかねなんか面白いわもうかふなんかふ 笑いながら見てましたからね <laughs> なんかちょっとね間抜けなところもあってね面白いですね家電ね昔のね 乾電池消しゴムっていう、ペン型になっててね、でっかい。で、先に消しゴムをつけて、なんかあったな、昔。なんか学研かなんかの工作でなんか、そんなんあったような気がするんですけどね。うん。先中に消しゴムつけて、モーターでね、ぐるぐる回してね、えー、電動の消しゴムっていうね。まあ、とにかく面白かった。形、デザインがね、またね、味があっていいですね、昔のね。面白かったな、これ、ほんとに。まあまあ、よかったら、えー、8月31日まで。 えと最寄り駅は、えー、谷町線天神橋筋6丁目かな、うん、もう直結なんですよ3番出口からもう直結してますんで、はい、大阪市立住まいのミュージアムっていうのの8階にあります、はい、であのすぐ天神橋筋商店街なんでそちらもねあの遊びに行けますんで、うん、楽しいんじゃないですかでこれの前にですねまあまあこれはまあ余談ですがまたね <laughs>、えー、これも8月31日までかな あのー、スカイビルのね、えー、空中庭園の中で期間限定でまた海洋堂さんのフィギュア土産が集まってますんでねガチャガチャ以外にもねあのー、売店で何か面白いもの見つけたんでこれはまた別の機会にやりたいと思います、ね、道のくねこんなんとかねこれこれ前に買ったやつの第2弾みたいですね道のくねだから前回行って買った時と違うもんですねこれね あと俺大阪とかねまあまあ、まあ、まあまあまた中西のパッカーでやりますんで、はい、まあとにかくこれこ楽しかったです、はい、そうそう家電だけじゃなしにね昔の洗剤とかも展示されててこの電話なんでしょうねこれちゃんあったかなちゃんと見てないこの電話ダイヤルが両側にあるあそっかデスクねこう向かい合わせでデスクがあって電話2台そのデス各デスクに電話1台ずつじゃなしにこれだと 両側使えるっていうことでしょうかねうんまあまあ <laughs> うん楽しかったですはい待、まあ、ちことでまあじゃまあ、じゃ、まあ、じゃまーじゃまあじゃ